でいい。これは例の店のもらっていいのか。ありがとう。一生口にできないかと思っていたところだ。よく味わわせてもらう。どこに向かうか。ここに行こう。二人とも元気がないぞ。さあ張り切って行こう。カグラ、依頼のターゲットの賊というのはこの先にいるのか。潜伏場所は依頼書に書いてあった。まさか読んでいないのか。いや読んではいたか。すまない、余計なことを聞いた。カグラ、そんなに喧嘩腰になるの。ジェラールも話のきっかけを作ろうとしてくれたんだろうな。これは想像以上に手ごわそうだ。よし、相手になって。さて、テイクオーバー、サタンソウル、しとり。私たちの敵じゃなかったもんね。宝箱だな。切られたいものからかかってこい。
ズンゲボルト。さて、テイクオーバー、サタンソウル、しとり。私たちの敵じゃなかったもんね。さて、行くわよ。雷雨のアルト。テイクオーバー、サタンソウル、しとり。どう？かっこよかった？ひねってやるか。俺の勝ちだ。強すぎる。なんだこいつらは。片付いたか。さすがだな二人とも。この三人で力を合わせれば何にも負けない気さえするな。案外息が合ってるんじゃない？エルさん、無理に仲を取り持とうとしなくて。ジェラール、だが俺が過去に罪を犯したことは消えない。恨まれるのも仕方がない。今さら許してほしいとは言わないさ。だがカグラ、これだけは言わせてほしい。なんだカグラ、すまなかった。俺はお前やミリアーナ、他の幼馴染たちにも悲しい思いをさせてしまった。頭を上げろ。謝罪などいらないと言ったはずだ。これは俺なりのけじめだ。自己満足だと受け取ってもらっても構わない。だが俺はまだまだ。危ない。だあ、くそ、気づいてやがったのか。バカ者、油断するな。ありがとう、助かった。この刀は貴様を斬るためのものだ。憎き兄の仇を討つ。その時までは抜かないと誓っていた。だが大魔党演武でエルザと剣を交え、そしてドラゴンたちとの戦いで貴様と一時的に手を取る。いろいろなことを知った。ジェラン、お前が絶対の悪ではないと。そしてエルサ、姉さんの味方であることもな。カグラ、そうだ、ジェラールは私の大切な仲間だ。もちろんお前も。だから少なくとも共に同じ目的のために戦っている間くらいは貴様を仲間と認めてやる。その時だけは私は貴様を守るためにこの刀を振るおう。カグラ、ありがとう。救われた気がするよ。俺もこの身をかけてお前を守ろう。貴様に守られるほど私は弱くないわ。さあもう帰ろう。なんとか一件落着か。どこに向かうか。ここに行こう。さて次は。帰ってきたな。しかし二人が和解できてよかったぞ。はじめここで鉢合わせた時はどうなることかと。全面的に認めたわけではない。仕事が終わればそこで仲間関係は解消だ。まあ俺はそれで構わない。ただ貴様がどうしてもと言うなら兄さんということにしてもいい。兄さん。バカ、ジェラールが兄さんなら私とジェラールが二
ということになるではないか。冗談だ。ではな、ジェラール。また会おう。ああ、またな、カグラ。よし、どこ行くかな。よし、ここだ。依頼主から聞いてた話ではこの辺りにいるらしいんだが。でも懐かしいわね、偽物のサラマンダーなんて。夏、私と初めて会った時のこと覚えてる？まあ、そりゃな。そっか、私も鮮明に覚えてるわ。家を出てきたばっかりであんな事件に巻き込まれるなんて。夏の偽物に騙されて奴隷になってたのをオイラたちが助けたんだよね。行き過ぎ行き過ぎ。奴隷船に乗せられたところで助けてもらったの。でもその偽物のおかげで私はフェアリーテールに入れたのよね。まあそういう意味じゃ少しは奴に感謝してもいっか。ルーシーがフェアリーテールに来て毎日退屈しねえからな。あの時お前誘って正解だった。そんなことはっきり言われたら恥ずかしいじゃない。でもまた別の偽物が現れるなんて、夏も人気者だね。まさかまた同じやつってことはないわよね。そりゃねえだろ。だって依頼主の名前見てみなよ。え、依頼主？ボラさん。ボラってもしかしてあの時の？はい、プロミネンスのボラ。前、偽物のサラマンダーを名乗ってた人だよ。すっかり改心したらしいぞ。俺のこと、兄貴って呼んできたな。そうなの。まあそれならそれでよかったのかしら。いろいろ言いたいことはあるけど。とにかく、今は新しい偽物をぶっ飛ばしに行くぞ。ああ。いや。なんだって？よし。見つけたぞ。てめえが偽物のサラマンダーだな。偽物？何のことだか。俺は正真正銘フェアリーテイルの。俺がフェアリーテイルの夏だ。何？その紋章、まさか本物の。私たちのギルドの名前を利用して悪事を働くなんて許さない。ぶっ飛ばされる覚悟はできてんだろうな。行くわよ。雷流の鉄拳。当然だな。参りました。ごめんなさい。
俺たちに喧嘩売るからだ。お疲れ様、夏。無事に一件落着ね。なんだこの騒ぎは。貴様はまさかここ最近悪事を働いているというサラマンダー。俺は本物だ。おう、自分から正体を明かしたな。違う、最近暴れてたってのはこっちの偽物で。夏、面倒なことになる前に逃げるわよ。おそうだな、帰ろう。フェアリーテール。どこに行くか。ここだな。帰ってきたか。どうしたものか。あら、エルザ、どうかした？先日、つい服を買いすぎてしまってな。クローゼットに収まりきらなくなってしまった。それで、古い服を処分しようと思ったのだが、気に入ってたのを捨てるのも忍びなく。それならギルドの女の子にいらないか聞いてみたら。なるほど、その手があったか。いらねえ、ちょっとこっち手伝って。はい、じゃあまた後でね、エルザ。ああ、さてみんなに聞いてみることにしよう。私のお風呂の服を引き取ってくれる者がいないか探しているのだが。エルザさんのお盛りですか？いくつくらいの時の？天童島から帰ってきてすぐに買ってきたものだ。サイズが合わないですよ。全然身長違いますし。それもそうか。だがウェンディが大人になった時に。いいです、エルザさんみたいになれる保証なんてないので。胸とか。ちょっとウェンディをいじめないでちょうだい。すまない、他を当たってみる。ジュビア、ちょっといいか。あら、エルザさん。ジュビアに何かご用でしょうか。古くなった服を誰かに譲りたいと思っていてな。ジュビア、甲冑を着て生活するのはちょっと。鎧ではない、普通の洋服だ。そういえば、エルザさんの私服ってどんな感じでしたっけ。そうだな、ハートプロイツというブランドのものが多いな。どれも可愛らしいデザインだぞ、きっとお前にも。ああ、ジュビア、あまり派手なデザインの服は好みではないんです。すみませんが、遠慮しておきます。そうか、残念だな。ルーシー、服はいらないか。急にどうしたの。古い服のもらい手を探しているんだが。え、本当？7年前に買った服がダメになったからちょうど困ってたんだ。それはちょうどいい、いくつか持っていってくれ。
イズ合うかな。身長は同じくらいだけど。胸のサイズはまあ大体同じくらいだろう。大丈夫じゃないか。ちょ、いきなり胸触れないでよ。聞いて回ってみたが、引き取ってくれそうなのはルーシーくらいか。エルザ、ちょうどよかった。聞きたいことがあるんだ。ジェラール、来ていたのか。何の用だ。待ってよ。そうだ、ジェラール、すまないが私の話も聞いてくれないか。おう、構わないが。じゃあ先にそっちから話してくれ。実は私の古着を引き取ってくれるものを探しているのだが、お前のところにもどうかと思ってな。洋服？エルザ？どういう意味だそれは。ん？何かおかしなことを言ったか。俺は女の服を集めたり着たりする趣味はないぞ。バカ、何を勘違いしてるんだ。お前のギルドの女性メンバーにどうかという意味だ。なんだ、そうか、そりゃそうだよな。まったく。すまない、今日はもう帰る。おい、話があったんじゃないのか。そんな気分ではなくなった。また今度な。おう、じゃあな。やはり捨てるしかないか。残念だがな。エルザ、洋服どうなった？もし余ってたら、私とリサーナにも何着か譲ってくれない？ミラ、ありがとう。何着でも持って行ってくれ。そんなにたくさんはいらないわよ。